活、すなわち学級活動。この中学校では学活の時間帯を生徒たちに開放し、自由な討論の場として活用している。起立、礼、着席。お腹が痛い。だいぶ辛そうね。保健委員の黒田くん、桜田くんを保健室に。わかりました。学活を始めます。いつもいつもいつも黒田くんは部長面。みんなそう思うでしょ。意味なーし。彼がほころんだ顔が見たい人。見たい。明日は彼の誕生日。黒田くんのためにサプライズパーティーを企画します。賛成。さあ、黒田くんがいないうちに。あ、早かったわね。保健室に連れて行くだけですからね。それで今日の議題は。あら、塚原。え、なんか顔色悪いけど体調悪いんじゃないの。え、ああ、そうなの。朝から熱っぽくて。黒田くん、保健室。わかりました。プレゼント何にする。そんな暇あんのか。どうせすぐ戻ってくるぜ。だから急ぐの。黒田くんの欲しがりそうなものって何。メガネケース。メガネ拭き。メガネにつけるチェーンみたいなやつ。メガネから離れろや。他に意見のある人。風邪でも流行ってるんですかね。ん、何をしているんです。セミの真似。ヤモリの間違いでは。なんだっていいじゃない。宮本くん大丈夫。ぐわー、足をひねった。椅子に座ったままどうやって足をひねるんです。知らないよ。でも折れているかもしれない。いや、これは完全に折れている。黒田くん急いで。はあ、さっさと決めるわよ。やっぱり無理があるんじゃ。だから急いでるんでしょ。田中くん、アフロが割れるように痛い。急にめまいが。心が痛い。ひっひっふー、ひっひっふー。おい、ほとんどいなくなっちまったぞ。今保健室どういう状態になってんだよ。だから最初から無理だっつったろ。副案があります。副案？ここは私に任せて。黒田くん、驚かないで聞いてね。なんですか。黒田くんの誕生日を祝うサプライズパーティーの幹事として、黒田くん、あなたを任命します。驚いた？まあ、驚きました。でしょー、サプライズ大成功。驚いたのはこっちだっつの。だって昔から言うじゃない、敵を欺くにはまず味方からって。ごめん、意味わかんない。パーティーの日取りとプレゼントの内容は幹事が決めてね。よろしく。本日の学活終了。ますか。それが欲しかったプレゼント？